ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りしますが、シナモンも参りましたね。シナモンでお送りします。今日はシナモンが一緒に、はい、お送りします。はい、これまでですね、映画出会いは奇跡にご出演いただいた、いろんなね、役者さんの方にゲストとして対談してきましたけれども、今日ははい、はい、今日はですね、あ、もう真夏の格好ですね、はい、暑いですからね。これ収録が今日7月2日なんです。今日はですね、出会いは奇跡で最も重要な役割である役者様のシナモン、そうそう、役者様のメイクの担当ですね。さっきからメイクメイクって言ってね。メイクの担当をしていただいたりなちゃんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと軽く自己紹介を出身地ですとか、何か、軽くお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。私はヘアメイクとしてはもう10年くらいになるんですけど、もともと東京の専門学校出身で、そこから名古屋福岡で、ブライダルを6年半くらいしてきてまして、でその後に東京横浜方面でフリーで今ヘアメイクをしております。あ、すごいですね。本当ね、僕もこれ映画撮るときに、メイクさんいないといけないよね、これどうしたらいいんだろうと普通考えるんですけど、はい、なんとですね、ちょっとシナモンが違った。本当どこかの神様がね、はい、あらかじめ半年前にメイクさんを私に紹介していただいたんですよ。もうびっくりしましたね。もう男性のね、ファッションカメラマンなんですけど、その方がね、何かのきっかけでしたよね。紹介していただいて、もう映画を撮るときはもう根本真子役の役者さんもりなちゃんで、はい、同じりなちゃんなんですけど、はい、メイクのりなちゃんが来てよかったと思って、もう早速でしたよね、お願いしたの。はい、もうすぐご連絡いただいて、でしたね。そうか、もう、素敵なご縁をいただいて、出会うべくして出会った、本当メイクが出て、しかもこのりなちゃんの福岡にもね、結婚式場でいらっしゃった。はい、僕も福岡でね、結婚式場いくつか持っていたので、結構いろいろ共通点があってびっくりしました。いや、本当ですね。そう。奇跡だなと思います。そうなんですよ。はい、本当ね、今はね、神奈川の方にいらっしゃいますけど、で、ちょっとね、今日はあと20分ぐらいなんですけど、お話をいろいろしたいと思います。はい。はい。お願いします。はい。メイクの仕事を、されて、先ほど、おっしゃっていただいたんですけど、この映画の現場のメイクのこととか、この映画の現場、はい、私も初めてのケース体験だったんですけど、現場に入ってみて、思った姿と実際どうだったかっていう、ちょっとそのあたりをですね、お話ししてみて。私もすごい初めての経験で、どういう感じで進めていくのかとか、そのヘアメイクしてリハーサルして本番撮ってっていう流れが正直あんまりイメージに湧かなかったんですけど、結構バタバタしつつも結構和気あいあいと結構楽しく準備できたなっていう印象です。楽しかったですね。楽しかったですね。バタバタさが結構癖になりそうな。そう、今からお仕事をしながらメイクのお仕事もされているということだったんですけど、はい、いい意味で息抜きにもなったんじゃないですか。あ、そう、本当に普段ヘアメイクやってる理由が本当に息抜きなので、
ずっと楽しかったっていう感じですね。もう普段日頃のストレス発散をヘアメイクで発散するっていう楽しいので、うんうん、ヘアメイクをしてそのヘアメイクをされた側がやっぱり綺麗になっていく部分で結構喜ばれると思うんですけど、うん、いいお仕事ですよね。本当にいいと思う、はい、本当ですね、うん、最初にブライダルを選んだのもそれが理由だと思います。あ、そうですよね、はい、あのちなみにブライダルであの男性の方もメイクもされると思うんですけど、うん、はい、まあ、割合的にはもうほとんども8割ぐらい女性ですもんね。ほぼ女性ですね。ですもんね、はい、で今回もちょっと女性がほとんどだったのでそうですねあの小学生からね、ちょっと年配の方から、はい、何か新しく学んだことはありました？メイクの中で。あ、それこそ本当に若くさせるっていうメイクとかは多分今までしてきたことだと思うんですけれども、うん、若く見せるメイク、うん、それを老けさせる、逆に年を取ったメイクをするっていうのが初めての経験だったので、うん、そこは結構なんか勉強しながら準備していったって感じです。道具がさ、ものすごい多いんですよ。で、びっくりしましたね。どっかアメリカに行くんじゃないかなっていうぐらいのあれスーツケースで、コロ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 というか、持ったら持てないんです。僕腰が悪くて。めっちゃめちゃ、あれ何キロぐらいあるんですか？測ったことないんですけど。でも私より多分もっと多い人多いと思います。あ、そうなの。もう多分全然軽い方だと思います。あ、そうなの。あれ、はい、瓶類が高いんですよね。瓶とか鏡とか。あ、そうですね。でしょうね。すげえ。もうさ、何が入ってるんだろうと思ってスーツケースガバって開けて、衣類とかはもちろんないんですけど、その機材というかそのメイクのためのいろんな道具がボソッとテーブルに猫をこう開いてすげえと思って、ね、でそのね、撮影する場所がその当日っていうかその日一箇所だったらねいいんですけど、うん、そこいろんな場所、現場をほら移動したじゃないですか、うん、あの時がすごいやっぱ大変だったと思うんですよ。あれね、広げてまた閉じてまた移動してまた広げてみたいなそれを何度もね繰り返してたのが、うん、もうかでもかすごいなと思って。しかもちょっと遠かったもんね現場までね、自宅からね。ちょっと遠かったですね。でもなんかもう一日行っちゃえば結構楽しかったですよね、その道中に。行き方も完璧覚えてしまって、もう。あー、なるほど。はい、なんか体力仕事ですよね。うん、体力もすごい使う、ね。体力と気力ですかね。あー、いや、これ楽しくなってできないよね。できないですね。助けじゃない、ね。それは本当に。そうですね、結構ずっと思ってもそれは好きじゃないと多分続けられない仕事だと思うんで、うん、通算何年ですかね、この研修時代から含めて。もう10年くらいだと思いますね。10年。はい、すごいね、メイクということは、うん、お肌に関してもそうですけど、うん、まあヘアメイクも全部、髪の毛も全部ですもんね、うんうんうん、そうですね、はい、ですよね、うん、僕もメイクしてもらえばよかった。してもらう、うん、さあまた次回。そうですね、あ、そうなんですよ、またね、この次回というかね、もうこの多分今週一で役者さんのズーム上でこのね対談コーナー毎週日曜日に出るので、もう年内いっぱい埋まってるんですけど、年内いっぱい埋まってるんですけど、まあ、2022年の10月の1日と2日はエピソード2が出るので、また三月お世話になります。はい、お世話になります。早く会いたいですまた。いや本当ですね。でも本当5日間でしたっけ、撮影。5日間でしたね。はい、すごいあっという間で、うん、あっという間でしたね。あ、すごいあっという間でした、ね、うん、楽
しかしたら。あの5日間ですけど、確か土日含めて5日間で、お昼のお仕事もちょっとお休みをされたんですかね。あ、そうですね、はい、ね、なんかその次の週におはようございますって言って何も何かもうそうお話されたんですか、このお休みする理由というか。あ、もうあのヘアメイクしてるの知ってるので、うん、なのでもう毎回休むときはもうヘアメイクで休むことが多いので、もう普通に仕事がある。あ、なるほどなるほど。今回映画の現場ですとか、なんかそういう話もされたんですか。あ、しました。なので、あ、そうなんだ。あ、職場でパンフレット配って。あ、ぜひ。ありがたい。で、あの、今あのお腹に赤ちゃんがいる方もいるので、あの今後もしかしたらちょっと教科書で見ることがあると思います。宣伝もしなかった。いや、それはそれはね。そうなんですよ。あのミリナちゃんもあのなんかこういうね、本若系のイラストとか、まあ急に話変わるんですけど、この根本真子の下積み時代の実写版のそのノンフィクションの映画なんですけど、どうでした、このイラストレーターとして、まあ、根本真子と初めてお会いされたと思うんですけど、そのあたりは。あ、でもなんかあの本当に繊細な方だからこそ描けるなんかこの色合いだったりとか柔らかさとか温かさっていうのがすごい、もう本当に作品全体になんかもう出てる感じが、もう本当にお話しした印象となんかもう一緒。一緒。長田さんだからこういう作品ができるんだなっていうのがもう本当にすごい伝わってきます。はい、なんかねちょっとね、撮影の合間とかにね、少しねりなちゃんとさせていただいたんですけど、はい、少しねちょっとね結構似てる部分も、あ、そうなんですよ、ね、かなりそうですね、そうそう盛り上がったね、そう盛り上がりましたみたいな感じで、分かる分かるみたいな感じで、ちょっとはい共感し合えるところがあって、はい、はい、私もすごく出会えて嬉しかった、良かったですね、うん、良かった。今回お金はね、メイクの仕事で、まあ、お願いしてきたんですけど、やっぱりそうやってね、はい、人と人が出会うとやっぱりいろんな家族反応が起きた。そうですね、うん、いい出会いでしたね、はい、とてもいい出会いでした、はい、今後のあのそのりなちゃんのもうメイクのお仕事なんですけど、またなんか今後こういう風にやっていきたいなとか、まあ、はい、10年後10年後こうなりたいなとか何かありますか。はい、そうですね、今本当に息抜きで本当に趣味みたいな感じで、うん、なんか前までは本当にヘアメイク、ブライダルメインでやってたのが、今ちょっと一回離れて別の仕事についてるんですけど、で今息抜きでヘアメイクやってるっていう感じなんですけど、やっぱりこう自分にはヘアメイクしかないのかなって思いつつあるんで、うん、ゆくゆくはあのヘアメイクの方にどん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 移行してって、そっちをメインにしたいなっていう感じですね。あ、よかったですね、うん、はい、応援します、絶対応援します、うん、でもいいですよね、なんかやっぱり自分のあの好きなこととかね、うん、本当に心から楽しめることをそれをね、うん、お仕事にできるっていうのは、はい、なんかあの一回離れたからこそ、うん、あ、はいはい、なんかそのやっぱり好きなんだなっていうのが分かったっていう感じですね、うん、それありますね、はい、あ、でも本当ねこうなんか回り道したからこそ分かるっていうことってありますからね、うん、ありますね、うん、うん、ね、そうそう、とそう、そうそう、透明に見てやっぱりそれが良かったって、うん、ね、か再確認できるよね、うん、できましたね、うん、でやっぱりその女性は特にこう綺麗になるとやっぱ嬉しいじゃないですか、うん、はい、それをねこうメイクしてあげて、そのすぐにその お客様の反応が分かるじゃないですか、あ、なんかすごい嬉しいみたいな感じで、はい、うん、でそれでまたあのメイクをしたね、りなちゃん側もまたそれで喜びを感じ取れるところが、うん、ね、そうすぐさまなんかこう反応を感じられるというのがすごいいいなと思います、
や、本当そうなんですよね。なんか一日が、ヘアメイクやってる時は本当に一日があっという間で、なんかすごい帰ってきた時、家に帰ってきた時にすごい充実感というか、もうやりきった感というか、なんかそういうのが良いなって思いましたね。なんかでも分かる、なんか そこでやっぱりあの人様に喜んでもらうことで、なんかそう今までのきつさだとかがなんかすごいすっ飛びますよ、すっ飛ぶ、ごめんなさい、口がね、すっ飛びますよね、すっ飛ぶ、うん、いいですね、そうなんだね、やっぱり、まあね、いいですね、まあ、そのメイクのもともとのそのちっちゃい時からなんかそういうの好きだったんですか。なんか自分が自分にするっていうよりかは、小学校6年生くらいの時に、うん、母が、うん、お祭り行くからって言って、友達と一緒にお祭り行くからって言って、うん、メイクしてくれたんですよね。なんか、なるほど、そうなんですよ、それがすごい嬉しくて、うん、はいはい、でなんかその自分が自分にやるっていうよりかは、その人にやってあげるとこんなに嬉しい気持ちになるんだなっていうのが自分で実感したので、うん、なんかそれを人にやってあげたいなっていうのが、そのヘアメイクを選ぶきっかけだったんですよね。あ、なるほど、いいですね。そうなんですよ、いいね、だから母のおかげですね。あ、そうだったんだ。はい、人がいてこそ幸せになる仕事だもんね。うん、うん、そうですね。何の仕事もでもそう、うん、うんね、うん、で直に人のね、うん、お肌に触れて、うんうん、触って、うんうん、綺麗にしていくっていう、うん、なんかいい仕事ですよね、うん、そうですね、ねえ、うん、素敵ですね、本当、うん、お互いが実際に、はい、うん、実際に綺麗になったらなんか私もすごい嬉しいですよね、うん、そうだよね、うんうんうん、いやー、素敵な仕事ですね、本当。ちなみに、まあ、メイクされて、メイクに付随すること、まあ、コーディネートとか、はい、カラーとか、はい、まあ、衣類、洋服関係とか、そういうのもなんか興味とかあります？興味は結構あって、うん、なんか一回趣味で、うん、もう全部自分で、なんかお洋服とか髪飾りとか髪型メイクとか全部決めて、うんうん、で場所借りて本当に趣味で撮ったこととかもありました。ああ、なるほど、なるほど。結構そういう考えるのは好きですね。メイクってさ、僕はあまりよくわかんないけど、この手とか、例えば全くわからないね、もう知ると考えないんだけど。何かそのピンポイントで何か自分の好きな絵を描くとか、それもメイクって言うんですか？でも人の顔ってなんかキャンパスっていう感じだって、うん、絵を描いてる感覚と一緒かもしれないですね。うん、今ねなんかそれ思ったんですよね。なんかでも言いますね、ボディーアートじゃないけど。ボディーアート、あ、ボディーアートだ。うん。うん、ボディの場合はメイクとは言わないかもですね、たまに言うの顔に描くアート、アーティストに。それはアートになるんですかね、やっぱり。ね、どうなんですかね。なんか声が裏返ってしまいました。なるほど、なるほど。いやー、ほんとね、役者さんが多い中で、うん、一番ね、肝心なね、やっぱりメイクさんっていうのは、まあ、裏方なんですけど、うん、まあ、やっぱり絶対なくてはならない、うん、そうそう、ね、お仕事なんですよ、ね、はい、いや、今後が楽しみです、本当、うん、もう少しお時間あるんですけど、なんか私たちに何か聞きたいこととか、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、なんかないですか？急に、あとなんかご自分で PR したいこととかありました？PR ですか？PR、 PR、 PR、 突然でしたね。ちなみに今そのお仕事は紹介、はい、紹介で来るんですか？あ、そうですね、友人の紹介で、お仕事をいただけることが多くて、はい、で、まあ、その方が結構土日は、うん、
お仕事いただけてっていう感じなので、やっぱりブライダルのお仕事が多いんですかね。いや結構いろんなところですね。あのブライダルも、うん、あの列席の方とか、うん、あとはあの七五三の、その、はい、あのお子様だったりとか、そのお母様だったりとか、あとはそうですね、それこそあの配信の方のヘアメイクとかもたまに入らせていただいてるっていう感じですね。ああなるほどね。あそうですそうです、結構もういろんなジャンル、うん、今男性も多いです。あそっかそっか、男性も、うん、男性も今ねなんかすごい綺麗な方多いですからね。そうなんですよね、うん、美意識が高くなってるよね、昔からぐらい。いやそうなんですよね。なので結構あの SNS とかももう発展してるので、うん、もういろんなところでいろんな情報がやっぱり出てるの で、ね、はい、みんな多分そういうなんか意識は高くなってるのかなっていうのは感じますね。だからもう自分もそれに追いつかないとっていう。なるほどなるほど、はい、ね、メイクの動画とか多いですよね、うん、だからもう楽しいんですよね、うん、それ見て、やっぱここまで変わるのかみたいな感じの動画もね、あるある、見たことあるね。なんかアジア系の方でね、そうそうそう、たまに本当かなっていうのもあるんですけど、ね、でもでもそこまでメイクで変わるね、うん、すごいですよね、あれはあの動画面白いですいや本当にでもなんか素敵、こうやってね今日お話しさせていただいて、なんかつくづく素敵なお仕事だなって思いましたね。ですね、うん、だって今までの中ですごい喋ってますよね。あ私そう結構喋ってますね。そうそう多分ね、ちょっといつもねうなずいてるだけなんですよ結構、うん、あそうなんですか多分、ね、波動がものすごく合うんですよね。あいや本当に合うと思います、うん、ね、合うね。そうそう、ちょっと今回楽でしたみたいな感じ。本当でもだってね、それでほど人に本当喜ばれるってすごい素敵なことだと思うんですよね。そうですよね。そうですね。なんかあの日頃から結構あの冗談言ったりとか結構好きなんですけど、うん、やっぱり。うん、なんか反応してもらえるとすごい嬉しい、うん、なんかそれと一緒でヘアメイクもやっぱり喜んでもらえることが嬉しいので、なんかこうみんなが笑顔になれる、うんうんうん、仕事はなんかどの仕事もやっぱりすごい素敵なことだなと思うんで、うんうん、そうですね、はい、それをできてて嬉しいなと思う、うん、いやこれを機会にちょっとね、またなんか一緒にしましょう、うん、メイクの方でも。ぜひぜひ。本当ですね、ちょっとこう自分もその幅を広げていきたいなと思ってるので、うん、今まで挑戦できてなかったこととかもその今回の撮影で挑戦させていただいたので、うん、なんかそういう新しい刺激っていうのが結構自分にとってなんかすごいなんかいい方向に進んでるなっていうふうに思ったので、うん、なんかもっといろんなにチャレンジしたいなと思ってます。よかった。はい、小さなきっかけがね大きくなるっていうね、うん、あ本当ですね、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、すごく楽しかったです、うん、ね、はい、ひなちゃんにねメイクをしてもらいたいという方がいらっしゃいましたらぜひぜひね、はい、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、今日もね素敵な出会いをありがとうございました。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。はい。引っ込み思案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて夢や希望を諦めないで。すべての人に送るノンフィクション映画、出会いは奇跡。君と会えた、それが奇跡。
夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、流れ星に誓うよ明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん、悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて、二人で聞く雨音しずく人